ポルト・ディタリー駅は、フランス・パリの13区にある、メトロ7号線の駅、停車中のスプレーグ・トムソン型車両。1960年頃撮影駅入り口1930年3月7日、現在のメトロ7号線プラスディタリー駅ポルトド、ショ和ジー駅間が10号線の延伸区間として、開業した際、その区間上に10号線の駅として開設された。 1931年4月21日、プラスモンジュ駅ポルトとョ和ジー駅間が7号線に移管されるのに伴い7号線の駅となり、現在に至る。駅名は19世紀中頃に、パリを囲むように建設された、ディエールの城壁のモンポルト・ディタリーにちなむ。駅自体はポルト・ディタリーの東側を通る、マッセナ大通りの地下に位置する。 カーブを描いた相対式ホーム2面2線の構造を持つ。出入り口は複数あり、エレーヌ・ブーシェ広場に2カ所、イタリア通りとの交差点にあたるマッセナ通り166番地に2カ所、イタリア通り190番地に1カ所設けられている。またホームのメリー・ディブリー駅方向には、フェルナン・ウィダール通りに向けて階段とエスカレーターを備えた出入り口が設けられている。 2011年の年間乗車人員は256万2120人。2013年の年間乗車人員は248万6263人で、これはパリメトロで302駅中222番目の多さで、ある。トラム 3A 号線のホーム2006年12月16日からは、パリトラムの 3R 号線が利用できるようになった。トラムのホームも、 相対式2面2線の構造である。パリ交通公団の路線バス47.131184.185186系統が運行されており、夜間には、ノクティリアンの深夜バス N15N22 系統の運行も設定されている。ありがとうございます。